この1回でも変わりますよ。本当に本当に変わってきます。仰向けって言ったから楽なのかと思ったら楽じゃなかったって思ってる方いらっしゃると思いますが、すごくすごく効果出るので一緒にやってください。こんにちは、もみです。皆さんお元気ですか？今日は腸腰筋のトレーニングと骨盤底筋のトレーニングを合わせてやっていきます。2つ組み合わせてやってくださっている方がすごく多いので、これ1本でできるようにしていきます。さらに寝たまま仰向けになったままで全てできますので、ぜひリラックスして行ってみてください。では早速行っていきますので、ゴロッと仰向けになっていきましょう。はい、仰向けになったら、まず両膝を立てた状態を作って、2つ拳が入るほど、腰幅に足を広げた状態でリラックスしてください。両手体側で左右にお膝を倒していきます。気持ちよく感じる程度に、ふーっとリラックスし、腰回りを緩めていきます。はい、動きを止めていきましょう。今度は足ピタッと閉じて両膝を抱えていきます。自分の方に少し引き寄せて、腰回りのストレッチです。これきつい方は遠くていいです。つながなくても膝、右手右左手と持ってあげて、少しグイッグイッと引き寄せるような感じがあってもいいですね。はい、OK です。では手を外していただいて、今度は手を組んで右膝だけを捉えていきます。左足伸ばしていきましょう。キューッと引き寄せたら少し緩め、今度は左の胸に向かってちょっと自分の内側に向かって引き寄せます。刺激する場所をちょっと変えていきます。引き寄せる角度によって全然感覚が変わってくると思います。はい、で緩めて、もう一回まっすぐ自分に向かって引き寄せます。あまり腰が反らないように、腰を床に押し付けるような感じですね。はい、 OK です。足裏を置いて一度伸ばして腰リラックスしてあげましょう。反対いきます。両足軽く揃えて両手組んで左の膝です。今伸ばしている足が浮いてもいいです。浮いてもというか膝曲がってもいいので、無理してね必ず伸ばさなきゃいけないってことはありませんので、自分に合わせてやってみましょう。少し緩めです。伸ばして気持ちがいい方はどうぞ。少し今度自分の内側に向かって右の膝、右の胸に向かって膝を引き寄せます。はい、緩めて、もう一回まっすぐ緩めます。足裏置いて伸ばしていきましょう。ちょっと腸腰筋のトレーニング一緒にやりましょうね。右膝を立てて両手体側、手のひらはマット側です。この足浮かせてください。引き寄せてかかと蹴った状態で蹴って伸ばして床につきません。これを一緒に10回いきます。いきましょう。1、2、3、4、5、腰反らないように、6、そう押し付けて、7、はい、8、頑張って、9、10、引き寄せます、9、足裏置いて一度伸ばして、両足は大きく開き、ゆらゆらゆらっと足先ゆすります、両手は足の付け根、少しさすってあげてください、はい、OK です、次、両足を閉じて、大丈夫かな、左の足、引き寄せていきます。今度かかとを蹴って、そう、こう蹴った時にしっかりとフレックス、かかと蹴った状態で床ギリギリまで、で引き寄せてくる。この屈筋運動で腸腰筋鍛えられますので意識してみてください。では10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、ぐっと引き寄せて、4、ぐっ、5、はい、6、7、頑張りました。膝を引き寄せます。足裏置いて伸ばして両足を軽く開いて少しゆすります。さすってあげてもいいでしょう。まだまだいきましょう。今度は足を軽く閉じて右膝を、こう引き寄せた状態を作って膝で円を描いていきます。この時にまた辛い方は
伸ばしてる足を曲げていただいても OK です。では外側から3周大きくいきましょう。ゆっくりと使ってる部分を感じて、こういう動き一つもいろんな筋肉が連動して協力し合って動いております。そのことを確かめるようにゆっくり反対いきましょう。呼吸も止めないで腰も反らないように気をつけましょう。腰どうしても反る方ね、膝曲がってた方がいいですね。伸ばせ足、はい、気をつけてね。はい、3周ずつ終わりました。これで終わりではありませんよ。足を伸ばしてください。ここからが本番です。伸ばした状態、つま先で円を3周描いていきましょう。 GO! ゆっくり大きく呼吸をして、使っている部分を感じて、足引き上げる力をもっと鍛えていきましょう。そうです、3周できた。終わったらまだね、反対回し頑張れ。これこの1回でも変わりますよ。本当に本当に変わってきます。しっかりと体使ってあげて、疲れてきましたね。はい、3周終わった方、伸ばしている足、膝を曲げて、両手で太ももかふくらはぎを持ちます。かかとを蹴ってフレックス、つま先伸ばしてポイント、繰り返して繰り返して、足もとってもすっきりします。はい、引き寄せられる方はちょっと自分に引き寄せる。はい、じゃあ足裏置いて伸ばして、一回お休み。仰向けって言ったから楽なのかと思ったら楽じゃなかったって思ってる方いらっしゃると思いますが、すごくすごく効果出るので一緒にやってください。はい、では行きたいと思います。反対です。反対がありました。両膝を立てて、これ伸ばせる方は右足伸ばした状態ですね。膝を引き寄せた状態から外側から3周いきましょう。1、息してね。2、ゆっくりで丁寧に。3、動いてるとこどこ？終わった。反対回し、急がなくていいですよ。自分のペースで。速度とかもね、変えられますから、あの再生速度、自分の速度でやっていただいてもいいですからね。3周終わりましたか？終わった。終わったらそのままつま先伸ばします。はい、行きましょう。外側から1、何もしないとどんどん衰えててしまうので、それだけはね防止したいですねゆっくり。3周終わった方、反対回し、こういった地味な動きが実は一番大事なんです。あ、今日も頑張ってます。素晴らしい、本当にとっても偉いですよ。で、3周ずつ終わった、終わったらそのまま太ももかふくらはぎを持つ、伸ばせる足で、ね、膝曲げていただいてももちろんいいです。自分の方に引き寄せ、かかとを蹴ってポイント、つま先繰り返す。頑張ってる、本当にもうね、本当にやってるだけで素晴らしいんですよ。はい、では膝を曲げて一回伸ばしましょう。両足は大きく開いて、少しまたパタパタしてお休み入れます。はい、 OK で、この次に骨盤底筋群のトレーニングなんですが、お尻のストレッチ入れときましょう。両膝を立てて、まあ、反り腰の方とか腰に負担がかかる方っていうのは、このお尻がすごく凝っているので、一緒にストレッチ日頃からしてください。膝を立てたら右足を左足の上にこう外くるぶしを乗っけるように、数字の4みたいな感じで乗せます。で、真ん中、今ぽっかり空いているところに右手を通して、外側から膝の上で手と手を結びます。これきつい、遠くてつなげないっていう方、太ももの裏でも全然大丈夫なので、自分に合うポーズでやってください。逆にお尻の伸び感があまり感じられませんという方は、右の膝もうちょっと自分から離す、斜め上、天井に向かって押していくような感じと、乗せて出し、かかとを蹴るフレックスにすると、かなり伸び感が強まってきます。はい、呼吸をしましょう。お尻の伸び感じっと感じていきます。疲れがじわじわ逃げていき、なくなっていきますよ。
そうすると次に行う骨盤テーキングのトレーニングがかなり効果的になってまいります。 OK、 足裏を置いて1回伸ばしてリラックス、うん、反対いきます。左足のを右足の上に数字の4になるように乗っけたら、ぽっかり空いてる真ん中、そこに左手を落とす。これ結構毎回分かんなくなっちゃうので確認してください。真ん中に通して外側から膝の上で手と手を結ぶ。辛い場合は太もも、自分からお膝遠ざける、かかとフレックス、自分の好きな強度で行ってみましょう。少しね、はーっと深呼吸するようにリラックス。はい、OK です。では足の裏を置いて一回伸ばして、ふう、では行きましょう。両膝立てて骨盤底筋群のトレーニングです。両足はかかとに引き寄せていきます。膝と膝の間、拳1個分ほど空いています。足先はハの字、やや内股になっています。でここにボールを挟んでもいいし、クッションでもいいし、なくてもできます。大丈夫かな。で挟んだ方はギュッてそれを押すように意識してみてください。では行きましょう。顎を引いて吸って、お尻アップ、呼吸をしましょう。今足の小指側に乗っている方いませんが、特にボールとか挟んでないとパカッと開きやすいんですが、内ももを意識してください。そうです。で喉元を締め付けるような感じで胸を見ます。そう、頑張ってる。もうちょっとで終わりますからね。息を吸って頑張ってますね。吐く息で背中の上の方からロールダウンしていきます。今なんとなくやっていただいたのを、呼吸で骨盤底筋群をより効果的に引き締めて鍛えていきましょう。吐く息でもお顔も緩めるようにして、今もうリラックス、できるだけ力を抜いた状態です。もちろんお股もお休みする感じ。いきます。吸う息で少し引き上げながら緊張させていきましょう。ぎゅーっと膣を自分の方に引き上げるような気分です。ぎゅーぎゅーぎゅーとチャック、下からキューッと締めてきて、締めてきて、締めてきて、吐いて少し緩めてください。ふわーって、分かりづらかったらお尻とかお腹を緩める感じでいいです。吸う息でぐーっと締めて緊張させていきます。引き締めて、できるだけ挟んでいる方はぐーっと押し続けます。ぎゅー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 、吐いてリラックス、落ちていきます。背中の上の方からロールダウンして、太ももに挟んでいる方は今ここで置いていただいて抱えていきます。遠くてもいいです。抱えたい方はグーッと自分の、どうだったかな。はい、では足の裏を置いていただいて、最後に骨盤を動かす練習をして、骨盤内の血流を良くするとともに、また反り腰の改善や猫背の改善、腸腰筋トレーニングにすごくつながっていく、まあ、骨盤底筋群もそうなんですが、ですので骨盤を動かす練習をして終わりにしましょうか。両膝を立てた状態にして、両手は腰骨のあたり、まあ、骨盤をこう持つような感覚で持ってあげる。自分の骨盤がゆりかごだと思ってください。ここを動かしていきます。まずは反り腰、骨盤が前傾な状態を作っていきます。今持っている骨盤をぐっと前に倒して、今背中にすごく空間ができている状態です。もしここにビー玉が乗ってたとしたら、恥骨のあたりにコロコロコロって転がるように傾斜ができるようにしてあげます。できた？どっちが得意かチェックしてみてください。吸って、今度は逆で骨盤すくい上げるように後傾にします。ぐーっと、今度ビー玉がコロコロコロって胸のあたりまで来ます。ちょっとお尻は浮いていいです。少しこう小さくリフトする感じ、まとめる感じで、ふっ、もう一回いきましょう。前傾、骨盤前傾、いわゆる反り腰の状態です。吸って引き上げる。今度骨盤後傾の状態、猫背になりやすいですね。もう一回吸って、で前、はーいて引き上げる。で呼吸は反対でもいいです、私と。なので自分が好きな方でいいので少し繰り返します。でも膝パカッと開かないように、そう、
前後ろ骨盤前傾後傾、この動きがスムーズにできるようになってくると骨盤内の血流も良くなりますし、冷えの改善にもつながっていきますし、トレーニングの効果がすごく上がりやすくなるのでやってみてください。はい、 OK です。では今度は足の裏と裏合わせてパカッと開いて最後はお休みしていきます。両手はお腹の上か直角になるように肩から肘がまっすぐで手のひら天井を作って目をつぶって、もう全部をね空に見せる感じで開いちゃってください。はい、でリラックスです。はい、よきよき OK です。今日も頑張りました。両膝を閉じて、どちらか好きな方から起き上がるか、もうこのまま寝ちゃってください。おやすみなさい。ということでお疲れ様でした。いかがでしたか。今日も頑張りましたね。素晴らしいですよ。寝たままだったのにちょっときつかったっていうお声もありそうなんですけれども、今日も自分の体のためにしっかりとトレーニングすることができました。あなたは素晴らしいです。しっかりとそのことを胸に刻み、今日も一日元気に行ってきてください。またはゆっくり寝てね。はい、でまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。引き締まってる。